こんにちは。生体ニコニコスタイルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということでですね、ご覧のように、ただいま、山に来ております。山ですね。完全に山ですね。で、こういう、まあ、ちょっと今ですね、まあ、今日ちょっと姿勢と、まあ、ちょっと、こう、太陽ですね。太陽光についてお話ししたいなと思っているんですけども、こういうふうに太陽を浴びて、まあ、日光を浴びますとですね、実は、姿勢が良くなったりですね。姿勢が良くなるということは、あなたの腰痛とか膝の痛みとってすごくいいんですけども、まあ、そういう関係性について今日はちょっと、こう山に来ているのでお話をしたいなというふうに思います。まあ、こう山に来ても、姿勢が良くなるというふうに言われております。で、なぜこう太陽を浴びたり、こういう自然豊かなところに来るとですね、姿勢が良くなったりするのかと言いますと、まあ、こういう日光を浴びたり、まあ、自然なところに行くとですね、脳からですね、セロトニンっていうですね、セロトニンという物質が、脳内の物質が出るということなんですね。で、セロトニンというのは何かと言いますと、そういう物質が出ると、まあ、幸せを感じられるそんなホルモンなんですけども、そのセロトニンというものが、また脳内から出るとですね、姿勢を維持する、まあ、背骨周りとかの、まあ、インナーマッスルですね、そこが働きやすくなると。働くために、まあ、必要なのがセロトニンというふうに言われておりますので、まあ、こういう自然なところに来たりとか、あとこう、日光をですね、浴びると、あなたの姿勢もですね、働く、そういう物質が脳から出てきますので、もしですね、あなたが、まあもちろんですね、この痛かったら痛くないように生活するとか大事なんですけども、そうするとやっぱりですね、外出しないということになりがちなんですけども、やっぱりこの日光を浴びるということとか、こういう自然を見るっていうことは、そんなに外出しないようにしていてもできる。まあお庭でちょっと日光を浴びるってこともできますし、ちょっと車でですね、こういう自然のところに行ってみるっていうのもできますので、もしあなたに時間があればですね、そういう風にちょっと、こう太陽を浴びて、ちょっと日焼けしたりとかですね、こういう自然のところに、あえて、こう来るという風にしていただきますと、いいかなという風に思います。とても気持ちいいです。はい。気持ちいいということはやっぱりね、体にはいいですので、まあ、特に痛みがありますとですね、ちょっと心も、まあ病んできますし、ちょっと、気持ち的に後ろ向きになったりとかしやすいので、そういう意味でもですね、外に出ると、まあ、解放されていいな、というふうに思います。で、もちろん、あまりにですね、体が辛い状況だとですね、まあ、こう、外に出ること自体が疲れてしまうということはあります。で、私もそういう経験があるので、もう、外に行くことがですね、なんか苦痛というか、外に出るとなんかしんどいみたいな、そういう時期はもちろんありますし、あなたもそういう時期があるかもしれないですけども、まあ、もしそういう時は無理して出なくていいので、ちょっと窓から外を見るぐらいでもいいですし、ちょっと窓から太陽を浴びるってことだけでもいいし、あまりにもこう体がですね、まあ、疲れちゃってる時は太陽を浴びるだけでも結構疲労します。なのでそういう時はまあ無理せずやっていただいて、ちょっと元気になってきたらやっぱこういう風にちょっと外をまあ、ちょっと経験してみる、体験してみるっていうのはいいかなと思います。で、そうするとそれだけでもね、心がちょっと晴れやかな気持ちにもなりますし、自然と前向きになりますし、まあそういうのがですね、この太陽光を浴びたり自然に接すると、まあ、自然に出てくるっていうのが人間の、まあ体の働きですので、もし最近外に出てないなとか、ですね、太陽浴びてないなと、あるいはその場でこういう自然のところ行ってないなってことでしたらちょっとね、行っていただくといいんじゃないかなと思います。今だったら結構気軽にですね、行けますしね。はい。ということで、だいぶ今日は暑くなりそうな、予感がしております。ということで、本日もどうもご覧いただきありがとうございました。またなんか、知りたいこととかコメントありましたら、コメントやメッセージいただければと思います。今日はちょっとですね、山なんで、ちょっとまったりとした感じで、お話しさせていただきました。ありがとうございました。